はい、どうもこんにちは、青木です。現在僕は地下鉄御堂筋線の新大阪駅に来ています。で、ここでねちょっと時間があるのでミニ動画を撮りたいと思うんですが、というのもね、ここにね、あの地下鉄御堂筋線がよく見えるいわゆるトレインビューのねスポットがあるということでね、僕はすごい気になってたんで今日来てみました。でそこがね、あのもうすぐそこにこれですね。はい、地下鉄御堂筋線の、江坂千里町がね、あのホームをねずっとまっすぐ行くとねこんな感じであるんですね。おすごい、おやった、ちょうど誰もいないですね、貸し切りですね。はい、これはね、あの去年ぐらいだったかな、新しくオープンした、トレインビューのスポットでね、こんな感じで、座ったりね、あとこれね、あの立ちながらいろいろ作業がねできるんですね。カフェとかじゃないんでね、さすがにコンセントとかはついてないんですけどね。でもね、これすごいですよね。はい、ということで、ここのね、特等席からちょっと電車観察していきましょうかね。はい、電車来ました。今度はまた、中本方向ね、梅田、ナンバー方面に電車が来ましたね。いや、地下鉄御堂筋線はね、今日は土曜日の昼間なんですけどね、土曜日の昼間でも、大体4分ぐらいに1本ずつね電車が来るんですよね。はい、でこのカウンター席の、ね、横を電車が通過していってます。ということで次はね、この、あそこに止まってるね、新大阪始発の電車が、はい、あ、今電気つきましたね。はい、やってきますので見ていきましょう。新大阪始発の電車がねホームに入ってきました。このね電車のねこの振動音とかもね間近に聞きながらね、電車を楽しむことができる、 とてもいいですよね。はい、ということで新大阪止まりの電車がねこっちのホームに来ておりますので、ね、この電車が、ね、さっきあの電車が止まってた、折り返し線に入っていくところをね見ていきましょう。ということで、電車は折り返し線に入ってきますね。今なんかスパークしますね。あの第三機場方式って言って下からね電気を取っているのでね、あのたまにこうやってあの。で放電することがあるみたいですね。はい、ということでまたね、千里中央方面に行く電車が発車していきました。ここから見るとね結構地下鉄めっちゃ残ってますよね。はい、そしてまた中本方面行きのね電車がやってきました。すごいなこれ。今度は下ってくる、ね、電車見ることができますね。はい、ということでどうでしたでしょうか。いやー、本当ね、あの期待以上にねすごい場所でしたね。で、あの、中継するね、ハムの椅子も結構あってね、
まあ、鉄道好きの方は、食べてくつろぐよりもね、新大阪来てね、こういうところでね、電車見ながら、くつろぐっていうので、めっちゃ楽しいと思いますよね。皆さんぜひね、新大阪来られた際はね、この場所、ぜひね、来てみて、来てみてほしいと思います。それではどうもご視聴ありがとうございました。